はい、ということで皆さんこんばんは、理事長です。今回ですね、ワッキーウィザードというゲームで遊んでいこうかなと思います。皆さん覚えていますか？時を遡ること、かれこれ、約2年前です。ロブロックスの実況を始めたばっかりの時、流行ってたゲームってのがこのワッキーウィザードっていうゲームになって、まあ簡単に言うと、まあ魔法使いになって材料とかをエリア内から探して集めて、ポーションを合成して作って、まあ遊ぼうねというようなゲームになっています。まあかれこれあれから1年半経ったんですけど、面白いのがさ、みんな見て、ポーションの組み合わせ、はい、690種類です。こんな感じで見てください。現在、ポーション、690種類あります。途方もないって。ということなので、まあ、今回はね、まあ、なるべくたくさんのポーションを集めつつ、まあ、ちょっといろいろね、動画班で見ていこうかなと思ってます。で、今回リーチオフルーツという、別のアカウントで来てるんで、もう一回一からやっていくんで、初心者の方でも見れると思います。では、1種類目、これを飲もう。何？早速合成して作ってくれたの。まあ、試しに飲んでみた方が早いですね。ちょっと飲んでみるね。フレンドが合成したやつもいけるんで、じゃあまずこれ飲みますね。これ、クロちゃん何合成したの？なんか赤いから怖いんだけど。いくよ。はい、飲んだ。これで実況してねって、制作者と同じスキンになるポーションですね。うん、絶対嫌ですね。絶対嫌ですね。他にもなんかさ、動画班面白いやつあった。テルキ。テルキのやつ何これ、ほら。蜂になってるわ。蜂に変身するポーションみたいなやつね。弟くんちょっと飲んでみて、それ。何？あ、俺が飲んでいいの？はい、弟くんのポーション。ん？ダブルジャンプ？うん、わかりづれえな。はい、みたいな感じでしたから、自分の能力を高めるやつもあれば、ほら、こんな感じで、ほら、見た目を、ね、ガラッと変更できるやつもあると、いっぱいあるみたいだから、まあ、やっていきましょう。ポーションを作るための素材を集めないといけないのね。だから初心者組さんまだ何も持ってないでしょ。だから一回集めに行こうぜ。ナスシー、お前誰だお前。お前誰だお前。なんか全くの別物になってんじゃねえかお前。だからこんな感じでエリアを探索していきます。でほら、例えばさ、多分これ蜂の巣とかもさ、これ取れるんじゃないのこれ。ほら、こんな感じでほら、ここにあるでしょ。3BB かな、これを多分、そうそうほら、クリックすることによって、そうそうほら。クリックする、取らせてもらっていいですか僕に。ほら、こんな感じで取りました。で、取ったやつをこれかな、カードロンかな、これかな、ほら、ここで自分のところに戻るんだけど、ここで大釜に落とすと、落として、あれ、ほら、蜂のやつだけじゃ無理なの。例えばじゃあ別のやつ入れてみるか。あ、こういうことか。ポーションをスポーン、ほら、これで、あれ、蜂はどこ行ったん？あれ？蜂俺入れてないっけ今。天月さん。何読ませたんだお前。なんか化け物だろお前。芸術って、お前誰だお前。天月じゃなくなってるじゃん。あ、飛んでっちゃった。何を混ぜたのあれ。ねえ。うん、お前も誰だマジで。おい。うん、で、はい、来ました。豊満な寿司ボディさん、ついにね、寿司を卒業と。いうことでですね、ハチグソクムシ鈴カステリーナーさんです。今日からハチになりますって。そうですね、もう やめちゃったんですね。思い出したわ、みんな見て、この奥にさ、ほら、草かなんかで隠れてるじゃん。火がつくポーションみたいなやつを使用すると確か開かれるんじゃなかった？どこにあるんだっけ、忘れちゃったね。動画班空いてる子さ、ちょっとこっち行かない？なんかピラミッドみたいな感じ。これってさ、前回の動画ではなかったところじゃない？え、この列車何？飛び乗るってあるよ。え、なにみんな、なんか列車飛び乗ったぞ。クロちゃん待って、あまつき、これ落ちちゃいけないぞ。よし、一個ずつ行こう。こうかな、こうで、なにこれ、ジャンプかな、取れるか。多分あまつき、これクリアした先に新しいポーションがあるぞ。ジャンプ取れる。おお、ナイス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 。ほら、多分この、わ、なんか飛んでるぞさっきから。よくよく思ったら、ほら、これ当たったら多分ダメージ食らっちゃうわ。よし、これで一回入ろう。よし、いいな。俺と天月が生き残ってねえわ。全滅してるわ。よし、これで、あまちゃーん！よし、ここまで来れた。動画班全滅しちゃったんですけど、俺だけでも行こうぜ。これは前回の動画じゃなかったもんね。え？ダイナマイトを配置？え、俺ダイナマイト持ってないよ。
あ、いけた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 。一回下がろう一回下がろう一回下がろう。これでいける？よし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 、いいね。ダイナマイトを壊すことによって、ほら、なんかあるぞ。タンブルウィード？雑草みたいな感じ？これ入れればいいんかな？入れた入れた。増えた。これ新しいやつだ、タンブルウィードっていう。これで作れるかやってみる？スポーンポーション。タンブルウィードポーションを飲んでみると、何なのか見ていこっか。これ何のポーションなんこれね。これ敵を倒すときに有利ってこと？何のポーションなのか全く分かんないんだけど、まあいいでしょう。アマツキー、アマツキー、アマツキー、こっち来い。おお、ワンって来ました皆さん。お指示従えよ、こら犬、バカ犬がお前いつも俺のこと逆らいやがって。おい、振るな。お前振るんじゃねえよ、お前自分の体振るんじゃねえよ。お前飲みましょう皆さん、飲みましょう。はいはいはい、ありがとうありがとう、テルキー。ああ翼が生えました、翼が生えました皆さん。じゃあこれでさ、ちょっと探索していこうぜ。じゃあさ、動画班浮遊している島みたいなやつあるじゃん。これも多分ね、1年半とか2年前の動画にはなかったはずなのね。そっちちょっと見ていきたいよね。ちょっと一回こっち行こう。グソクムシのとこ行こう。なんだこれ。え、この水の中なんかあんじゃない？水の中にはないのか。ちょっとポーション探そうぜ皆さん。このゲーム自体はポーションを探すのが目的なので、ゲットミアスムージー、リンゴとバナナのスムージーを持ってきてください。だってだから、ああるじゃんあるじゃんあるじゃん、リンゴとバナナだから。こういうこと？これとほらリンゴあんじゃん、あれをポーションの中入れて混ぜればいいのかな多分。あ、こういうことか。ほら入れた。でリンゴも入れるぞ。これアップだね。これ入れればできたわ。そういうことか。ちょっとこれ渡そうぜ。このスムージーをこの人に渡すことによって、ほら、ナイスナイスナイス。多分これ他にもいるね。ちょっとこの人もじゃない多分。メイクミアスムージー、バナナとオレンジのスムージーを作ってくれたって。オッケー皆さん、2つ目できました。これを、はい、渡します。ヤーン、オッケー。ヤミーヤミー、感謝感謝ということで、これがラストだね。3人目、オレンジ&ユー。え、嘘、もしこれ始まっちゃうかもしれん。恋がちゃうやろって、やめろ。なんだやめろっていいじゃねえか、お前。おい、え、のっちゃんどうこれ。え、のっちゃん、のっちゃんスムージーできてる？のっちゃん。じゃあ、これに、こうするってこと？こう？これでいいのかな？リーチを入ったけどね。さあ、そういうこと？オッケー！できた！来ました。これをもらえたわけだ。メガネ、サングラス。じゃあ、戻ろう。これで、ポーション入れることによって、来ました、サングラスが増えた。じゃあこれ作ってみようぜ。はい、来ました、スムージーポーション。キモい、お前キモいってなんだお前。もう新メンバーのくせにな、お前な。お前初撮影にしては頑張ってんのお前な。ワイちゃん、ワイちゃん、アボカドくんこっち来て。先輩のプレイ見とけ。俺のこの見た目どう？ほらスムージーポーションいいか、アボカドくん見とけよ。これが先輩のプレイやぞ。必勝って。まあこういう先輩になると良くないね。ポーション次第ではこうなるみたいですね。ということで、ユート？ちょっとユートのとこ行こうみんな。うわ、やばくねみんな。この大釜でシチューを焼こうだって。どういうこと？話しかけてみるか。ゴブリンリーダー、お前は誰だ？どんなポーション作ってるのか。ポーション？あ、これは昼飯だよ。ランチ、私たちはまだ食べてない。Can you help? 人間助けてくれないか、とてもお腹が空いてるんだ。あー、なるほど、ここで作らないといけないんだね。わかったわかった。だからこの子たちに対応したほらヌードルスチュー、あ、これだ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 、わかったわかった。これ入れてほらこういうことだ。竹だ竹。ほら Let me try Yummy thanks human。 あ、できた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 。こんな感じだこんな感じだ。アバウトサムビーン、これだ、豆が欲しいっつってるから、豆のやつはこれだよね。でもこれを入れるだけでいいよね。ほら、これでシチューができたから、ほら、デリシャス、オッケーオッケー、完璧。次この人、これ？これでいいのかな？あ、グッドだって、オッケーみんな。多分これ、全員できたんじゃない？ということで、ゴブリンドレッジ、はい、カエルをゲットしました、皆さん。ということで、これを入れることによって、
カエルさんが追加でと、カエルポーションだって。ジャンプ力かな多分。カエルポーション飲んでみていい？オッケー、動画班、じゃあちょっとさ、途中経過見ていこう。全員なんか面白そうなポーション作って1個持ってきて。第1回ポーションコンテスト開始です。飲んでほしい人いる？まず最初に、じゃペアパイちゃん行こっか。じゃペアパイちゃん落としてポーション。なんか怖いんだけど。皆さん見た目は黒色ということで、行きます。じゃあ、はい、これで君も白熊の仲間や。 なんで白熊ポーション持ってきてるの？それ俺の親戚。あ、ノットの親戚か。わかりました。はい、こんな感じでノットポーションがあるみたい。じゃあ言うといい？なんか色が怖いんだけどね。え、これ色が怖い。大丈夫かな。行きます。で次、じゃあ天月いい？強靭地みたようなポーション作るからちょっと怪しい感じするんですけど、行きます。はい、天月、天月、これなんだ。天月、天月、なにこれ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 、気持ち悪い、気持ち悪い。死んだじゃねえかお前これ。はい、3号くんください。なんか初めて見るよ、ピンク色のポーション。大丈夫なのこれ。行きます。はい、寿司ポーション行きましょうか。じゃ寿司飲んでみて。これ、これは皆さんせっかくだから、はい、ああ飲んじゃった俺が。まあ、テルキはふざける人じゃないから、ネタするっていうよりは真面目に攻略する人だから、テルキのは安心安全です。はい、アフロヘッドみたいになる。これアフロヘッドみたいになってるよ。何これ、これ何ポーションを飲ましたの俺にね。リリチをこっちに、何、なんかアイテムある？のっちゃん、あ、のっちゃん生首見に行かない？みんなのっちゃん生首。本当じゃんねえ、本当に落ちてたんだけど。これだから ノットに変身できるってこと、これで。あ、ここにはでも入らないらしい。みんなほら、このコレクションのところには入らないけど、ノットポーションってやつがあるらしい。そういうことなんだ。ノットがこのノットポーション飲んでも何も変化ないってことだもんね。なるほどですね。ほら、スペース、これロケットに行けるポーションなんかな、こっち。ちょっと待って、なんでイーロン・マスクがいんの？私たちは火星に行きたいんだって言ってる。でもこのロケットの燃料が足りない。から、ホット&エクスプローシブ。ダイナマイトと、あったかいやつが欲しいって言ってるわ。ホットだからチリかな？これをどうすればいいのか。お前、仲間の首取ってきたんか、お前、おい。ほら、ノットが出来上がったね。うん、じゃあちょっと皆さん、あのペアパイちゃんに作ってもらったポーションをイーロン・マスクにあげてみますね。タンクに入れる？どういうことだ？この人に話せればいいのかな？ごめんなさい。あ、あ、やべ、俺の、こっちか。あ、こっちや。ほら、こうだ。ほら、ロケット燃料揃いましただって。これで出発するのかな？わかんねえけど。あ、まだみんなほら、燃料溜まってねえわ。ちょ、ペアパイちゃんまた大量に作ってきて。あ、ありがとう、ペアリン。いや、これでちょっとペアパイちゃん作ってくれてるんで、ほら。あとペアパイちゃん、あとね、3つぐらいいる。ちょ、あれだね。俺も、待って。Oh no! He's coming back! みんな俺、ジャイアントイベント出るっつったらさ、なんか出てきたんだけど。みんな、こっちの方に準備しろだって。みんななんか始まるらしいよ。え、ジャイアントイベント受けた人いる？よし、皆さん行きましょう。じゃあ、ジャイアントイベントってやつが始まるみたいです。僕今武装してる。え、ユート？マジで？じゃあ大丈夫かもしれんね。おー、でも、お、銃撃ってるわ。なるほどね。タレットってあるわ。上の方にタレット、え？なに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 ？グラブアソード、あ、ソードを取れだって。みんな来たぞ。ソードを持てっつってる。で、上の方にターレットつってるから、上登ってみよっか、俺は。来た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 。こいつか、こいつか、こっちが、これ乗ったやろ、これ。いるわいるわいるわ、みんな。こいつはみんなほら、撃て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 、いる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 。これ絶対ソードいらんやろ、みんな絶対。これのこれ痛い。痛い。
みんな離れろ離れろ、来るぞ来るぞ来るぞ、ダメだダメだ、みんなむやみやたらに撃てばいいってもんじゃない。多分これ攻撃モーション来たら逃げた方がいいね。今撃とう今撃とう、みんな今撃とう今撃とう、来る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 、離れて離れて離れて、来るよ来るよ、ほら声来てる声来てる声来てる、避けて避けて避けて、マジでこれボス戦みたいな感じだね。待ってみんな、あとあれ下から来てる敵来てる、これ下のやつ俺やるわ、ほらやってるやってるやってる、みんな上がってきてる上がってきてる上がってきてるよ、なるべく俺が剣でやるわ、ここら辺ペーペーちゃんもやろペーペーちゃんもやろ、ちょっとほら上の方に上がってきてる、ほら小型部隊を多分剣で撃退せんといかんのやろうな、やった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 、攻撃を続けるんだっつってる、おやれた、あやったんじゃない、25余ってるけどね、移動したね、あそっちに移動したのか、移動してるよ移動してるよ、数えぐ、ナイスナイス、ということで皆さんクリアしたということで、ほらなんかアイテム手に入れた、これで戻ってポーション入れればほらゲット、何これ盾みたいなやつかな、シールドポーションだって、ほらシールドポーションゲット、おーいいね、なんか思ってたのと違うんだけど、シールドだから守るものなのかなと思ったらまさかの乗るっていうね、なんか思ってたのと全然違う。なんか違う。違うよね。ファイヤーのやつどうなった？みんななんかさ、燃えるポーションとかできた？あ、ありがとうありがとう。これなんかファイヤーするらしいから、ちょっとこれ置いてみようぜ。向こうのこの草のところが、多分ね、いけるはずなのね、これで。ほら。いけた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 。開いたわ、俺。ほら。開いた。あなたたちはいけないよ、多分。天ぷらちゃん、くぞこし、あなたたちも使わないといけないんだよ。行こうぜ、じゃあ。あれ、こっち何があるんだっけ？もうね、ほとんど覚えてないんですけど、こんな感じでファイヤーポーションを使うことによって、こう、行けるエリアがありますよ、という感じで、え？鍵？あ、ジャイアン、今のこの状態やと無理なんだって。だから、この鍵を持つためのパワーがいるらしい。ほら、今の段階じゃ無理だ。ってなるとさ、体がでかくないやつこれじゃない、ほらジャイアントアーじゃない、そうでかくなるやつだと思う、普通にそうパワーって多分これを、これジャイアントポーションだよね多分、これほらこれこれほらほら、あーちょっとシールド混ざっちゃってるけど、いや皆さんこれ飲むよ、ここで飲んで巨大化して、ほらこれでジャイアントキーを取ってアンロック行きました。え、こんなのあったっけ？で、コレクター。You Ming What Bring You Here。お前の DNA と、あー、なるほど。なんか告白みたいな感じ？クロちゃん、君の DNA、あなたの DNA が欲しいわ、みたいな。あなたには興味ない。だけど、私はあなたの DNA が欲しいの。みたいな感じでしょ、多分。なんかのところでやったあの、フェアリーポーションだね。フェアリーポーションをまず使いますと。それで、すごくちっちゃいサイズになった後、このポーションの中に入るということかな、多分ほら。これで、まず、フェアリーポーションで、ちっちゃくなった後、ならないな。あ、できた、できた、できた、皆さん、ほら、できました、できました、できました。これで、ほら、リリチオってやつが入ったよね。ほら、リリチオポーション、これ、DNA です。だから赤いんだよ。これを持っていこっか。多分みんなこれだ。ほら、こういうことだ。いけたいけたいけた。よくぞここまで来たものだと。だから誰なんだお前はさっきから。はい、交流していこう。ハローズや、なんかすげえ古代文字みたいなのが出てきてんだけど。まあ、英語読めないから、まあ、とりあえず全部スルーするんだけど。はい、アイテム手に入れました。はい、ここまでやって手に入ったのが、謎のボクシンググローブっていうね。はい、ということで来ました、ボクシンググローブ。これでぶん殴れるわけですね。こんな感じで。ほら、殴るんだけど、まあ、ダメージは入らないみたいだね。じゃあ皆さん、こんなもんにしときますか、じゃあ動画は。はい、ということで皆さん、いかがでしたでしょうか。約2年ぶりですね。多分1年は経ってるんで、1年半ぶりぐらいにワッキービザでやっていきました。まさかのポーションが600種類という感じで、多分、まあ、探す系シリーズの中だったら一番多いんじゃない ?600 種類って化け物だよね。みたいな感じまでポーション増えてたんで、まあこの動画が好評だったら
またこれシリーズみたいな感じで撮って、まあ、生配信で全種類見つけるまで終われませんとかね、視聴者と協力してやるのもありかもしれないですね。はい、という感じでぜひともねこの動画見て面白いと思った方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日の動画終わりです。皆さんお疲れ様でした。